はい。今回の動画は Excel でツリーマップ図を作成する方法を解説をします。 で、ツリーマップ図というのがどういったものかというと、データの数値の大きさですね、それに合わせてこの長方形でそれを表現するグラフで、各データのその大きさというのを視覚的に見ることができるグラフになります。これも作ってみた方がどういったものかわかりやすいと思いますので、早速その作り方をやっていきたいと思うんですけども、ただこちらのツリーマップ図は Excel2016 から追加された機能になりますので、Excel2013 以前を使っているよという方はね、 ここちら作成でできませんので、ね、そこだけじゃあ、それではね、まず今回このね、表ですね、売上販売台数という表です。で、えー、まず一番左側のところに大きい項目ですね、パソコン、周辺機器、えー、消耗品というのがあって、えー、さらにその右側にですね、その小さい項目、まあ、デスクトップとかノートとか、ノートとかハードディスクとかっていうのがあります。で、今回一番右側に売上金額という形を持ってきましたので、まあ、ツリーマップを作るときはこういった形ですね、まず大きい項目があって、えー、さらにその中の小さい項目でその表現したい数値というのをね、えー、こういった形で でですね表の方は作ってください。はい、じゃあそれではまずね、この表全体を選択をしてですね、えー、挿入タブをクリックしますで。次にこのグラフグループの中のですね、こちらのボタンですね、マウスを持っていくと、えー、階層構造グラフの挿入というのが出てきますので、こちらをクリックします、はい。そうしたらここにツリーマップというのがありますので、こちらをクリックですね、えー。そうしたらね、これでグラフが出来上がりますので、ちょっと見やすく大きくしますね。 はい。まあ、こんな感じでですね、この長方形で、まあ、デスクトップパソコン、ノートパソコンで、こうね、周辺機器の中に、こう、ハードディスクとかプリンターとかっていう形で、こういう長方形でですね、大きさをね、表現することができますんで、まあ、パッと見で比較でですね、まあ、パソコンの当然売上が大きいなと。で、その中でデスクトップの方がちょっと大きいとか、まあ、周辺機器の中ではですね、このハードディスクの売上が大きいのかなっていうのがね、こう、パッと見で分かりやすくなります。はい。で、あと、こちらもですね、まあ、データラビルをね、表示するともうちょっと分かりやすくなると思いますんで、この右側のこのプラスのところをクリックし このデータラベルというところですね。で、ここの右側の矢印のところをクリックしてもらって、えー、その他のデータラベルオプションですね、こちらをクリックします。はい、そうしたらね、この書式設定が出てきますんで、まあ、ラベルの内容として、まあ、例えばですけど、この値のところですね、こちらにチェックをつけてもらうと、まあ、数値がね、このね、売り上げの金額ですね、これが入りますんで。 まあよりね、ちょっとグラフの方が見やすくなると思いますんで、こういった形でですね、このツリーマップ図ですね、これもね、こういう売り上げのね、こういうデータの分析をしたいなんていう時にですね、使えるグラフだと思いますんでね、Excel2016 以降の機能にはなりますけども、ぜひね、こちら使っている方はですね、このツリーマップ図もですね、うまく活用してもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。